やっはろー、どうもこんにちは。アニメリアク職人ことマジナイトギニハマーです。現在2月22日水曜午後12時50分ですね。さて、今日は千代ちゃんの通学路、8、9、10話と今見てきまして、ここから11話ですね、Dアニメストアで見ていこうと思います。なおアニメ本編は再生されますのでご注意ください。また本編中広告が入ってくると思いますので、申し訳ございませんがご了承のほどよろしくお願いします。もしくは1回見ていただいた後に、あ、こいつあそこでどんなリアクションしてるのかなっていうのを楽しんでいただければありがたいかなと思います。では行きます。3、2、1、スタート。こうやって11分40秒ね、あ、10分じゃ23分40秒ね、11分って。さあ残り2話かで、12話はですね、ちょっとこの後昨日一昨日生配信を見ましたけども、ちょっと母親と2人でですねスイーツバイキング行くことになってるんで、そっから帰ってきてから最終回見ます。もうクッションで窓が出てこへんのかな。ん、今回のサブタイトル、今回のサブタイトルは、真夜中の千代ちゃんとアポクリやね。アポクリってアポクリ感染やったっけ、なんだっけ、あれあれ、遊び遊ばせのあの脇がの金髪の外国人の子、なんてけ、それじゃったっけ、アポクリちゃうかな、アポクリってフェイト、アポクリファーってありましたね、見てないけど。真夜中の千代ちゃん、ミッションコンプリート。ブラッディバタフライ、スタングレネード。あれ裏切る。最低や。あれスタンクレネードって何からアニメでも見たな。あ、画面を犬にカモフラージュか。なるほど、素晴らしいカムフラージュ。そもそも電気消してやってたらあかんのか。
この間にもうやられてんじゃない？仲間は死んだ、金は総取りだ。叫べへん。マシお母さんだっけ？何かよう分からなかったけど。寝られへんのちゃん、興奮して。名義に寝られへん。悪い顔しとんな。いや、ヨーグルフ。いや、これドラゴンボール。銀行強盗、日本法。映画かゲームに毒されたバカだけです。4時か。え、4時じゃないのこれ。4時やな。なんでこんなパンツアップなの。えらいパンツアップすんの。寝るか寝ないか問題。ああ、わかるわこれ。これ高校の時あったわ。寝た場合これ残影権やん。アンディ・ボガーだね。ね、これ。
ゲームするのか。寝てんちゃう。あ、次回予告だったわ。メドゥーサやで、メドゥーサ。ジャシンちゃんドロップキック。あれ、昨日棒で殴ってた。頭が痛い。殴られたのな。なんでちょっと、なんでちょっとホラーな終わり方やねん。乗ってきた。アポクリ夏の匂い特集。なんで今天界禁止の標識映ったんやろ。逆に千代が匂うんちゃうこれ。顔。顔。こぼれつですね。鼻が飛んでったぞ。
スメル。ということは、あ、オレンジジュースかな。だから自分も、うん。いや、中身入ったジュース握りつぶせすごい握力やぞ。クソ地味か今の。ジビエ？ジビエって呼ばれてんの？くっせなんか僕ボコボコになってるの何やこれ。南都政権の構えかな、これ。何これ、ジョージ
あ、逆は。ジョージか？ああ、チョップにヘッドロックしたんか。なるほど。なるほど。そこか。え、まさかユキの、あ、違うか、ユキの彼氏？面食いわざら、君ブスやでてみたいなもんよね。もうちょいか。おじさんか。武田ラリ、ラリサタコさんだっけ？最終回かな。これが10話やったから、このね、千代と千春の艦長、最終回で来るのかな、これ。まあ、最終回だね。最終回で艦長対決やるそうやな。あ、やっぱり。まだまだ出てくる。ラララ最終回、ラララ無人君の CM を思い出すね。今の若い人絶対知らんと思うけど。はい、ということで、まあ、高校生中学生の時にね、もう夜中に目覚めて寝られへん時の不安、これはようわかる。で、まあ、このね、千代ちゃんに関しては、その母にバレへんためのスキルを身につけ、で、まあ600万ドルやったっけ？を手に入れたことでもギンギンになって寝られへんかったという。あの時点で何時やったんかな？ちょっと時計見てなかったけど。で、ほんの少し寝落ちして4時に目覚めたと。これはね、わかる。今寝たら多分起きられへんよなと思うけど、寝やんかったら寝やんかったで学校で寝てまうやろな、みたいなね。まあ難しい二択ですよね。まあそれをこう、何？先に多分集合場所で何時間ぐらい寝てたんかね、あれ。4時22分に送って、もうすでに着替えてたから、そのまま出てったんかな？
で、完全メドゥーサ状態で、多分3時間とか寝てたんかな、あのまま。で、まあ、木の棒で殴られて、バレなければええねんっていう、ちょっとホラー的なね、ところの展開、うまいなと思いました。作者、天才かな。で、ね、頭いたたたを、まあ、寝不足のせいにしたと。ほんで、まあ、大衆ね、まあ、自分ももう42なんでね、加齢臭ってもの気にしなあかんなと思って、30なんぼかな、多分6、7ぐらいの時に、加齢臭気にせなあかんなと思って、加齢臭対策で検索したらオレンジジュース出てきたんですよね。だから、オレンジジュースなんやっていうのは、パッと見てすぐ分かりました。やけど、まあ、完全にチョップの唾液のせいで、まあ、ただただ千代が、まあ、被害を被ったわけやね、言うたら。デスサイズ、ゆきちゃんに、とどめ刺されたのが、マナナやったという面白いエンドでしたね。で、最後は、後藤先生が、おじさんっていうのを気にしたと。まあ、おじさんでしょう、なぜか知らんけど。だでも高校生からしたらもう、正味の話ね。30でもおっさんやろうし。まあでも、それでもね、ゆきちゃんは、ゆきちゃんちゃうわ。ね、ももは、後藤先生のこと好きですもんね。ここちょっとなんか、最終回で、ちょっとでもいい話あったらいいなと思いますね。はい、ということで、千代ちゃんの通学路11話でした。よかったらチャンネル登録、高評価、またコメントなど、よろしくお願いします。はい、ここからは僕の自己紹介タイムです。興味のない方はここで切ってください。はい、自分は世界で唯一の技の持ち主であり、この本の著者であり、大道芸人であり、そして子供向けのパフォーマーをやっております。で、普段、やればできる、諦めない、これを伝えたくて、主に保育園、幼稚園、小学校、子供会などでパフォーマンスしてるんですが、現在はコロナの影響により、約3年間仕事がまともにない状態、今も48連休確定中の今日が39連休目となってます。はい、39日、髪とヒゲ伸びるとこうなりますよ。ビフォーアフターですね。で、貯金だけでなんとか生活してるんですけども、まあ、正直きついです。さらに10月以降、インボイス制度によってさらにきつくなってくると思います。まあ正直不安しかないんですけどね、先が見えないんで。まあそんな中で一応アニメのリアクション、全く伸びませんが頑張ってます。今日で1063日目、諦めてません。ただですね、一昨年の、8月18日から2020年の4月頭にかけて、約1年5ヶ月分、推定2000本以上のリアクション動画、自らの手で削除させられるというね、苦行を味わってます。まあ、そんな悲劇を乗り越えてやってますけども、13年以上使ってきたこのパフォーマーとしてのチャンネルでスタートしてしまったので、昨年の9月の14日、本職のチャンネル新たに作ってますんでね、ぜひこっちの応援もしてやってください。毎日19時に1本動画投稿してます。URL を説明文に載っけてるんで、なんか1本でも再生していただいて、チャンネル登録、高評価ぜひお願いします。で、過去のアニメのリアクションは再生リストに作品別にまとめてますんで、こちらもチェックしてみてください。以上、アニメリアクション人ことマジ大道芸人ハマーでした。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。それでは、失礼します。